はいどうも、なおチャンネルのなおです。はい、今日はですね、早朝から動きます。で、今日はなんと、いいですか、これです。このエアなんとかを、つけます。これはね、でちょっとディーラーか、まあ どっかにお願いしようかなと思ったんで、結構ねするんです、ね、まあだからではないんですけども、ちょっと今日は、自分でやれるところまでやってみようと、まあ、ダメならまあまた考えます、その時にね。まず、今日は午前中なんとか取り付け入れたらなと思います。それでは行ってまいります。行ってかこんにちは。あ、これあのフューリーの、なんだっけ、ドアミラーに、GoPro をつけた状態で今撮ってます、ね、これ走ると かっけえな、これ走るとまた違いますね、多分ね。あ、もうちょっと撮ってみました気になったんで、ね、それじゃあこれから、エアフィルターつけたいと思います。それではどうぞってね、はい、こんな感じです。はい、どうも。ちょっとエンジンをかけてみます。無事に取り付けることができました。意外とですね、早く つけられました。で、それは101さん の動画、ね、取り付け動画をずっとかけながらやったもんですから、実際の僕の取り付け動画はほとんど撮ってませんなので実際つけた後の走りだとか、まあ、そんな感じでちょっと動画をアップしました。つ
つけてない時の動画を撮ってなかったので比較はできませんが、やっぱりですね、あのヒロピークさんも言ってましたけども、あの101さんも言ってましたけど、レスポンスがいいですね、早いですね。そしてゴーってなんていうんですかね、ゴーっていうね、あの特有の音ねがしました。ですごい早いですね、うん、やっぱ高速乗るとまたちょっと違うんじゃないかなと思いますけども。あとですね、燃費がなんかあれもしかしてよく乗ってんのみたいな、ちょっとね、勘違いかもしれませんけども、ちょっと一回あの今日満タンにしてきましたんで、あの実際にこう燃費どうなのかなみたいなところをちょっとこう意識して いたいなというふうに思いますね。あとあれなんだっけ、ドアミラーのフューリーのねカバー、それに、ちょっとこの GoPro をつけて、撮ってみました。でうち浜がちょっと近いので、そこを走ってるあれとかね、で外につけたら風の音とかすごいんですかね。まあこれから編集なんですけどねちょっとやってみたいなというふうに思います。それと今日、じゃーん、ヤンチャンネルのヤンちゃんさんから、これ多分あのオフ会が今度あるみたいなんですけど、静岡でね、もう100台ぐらいになるみたいですけども、その時の記念品、ね、僕は北海道だから行けないので気使って送ってくれました、ね、ね、ガレージファーストで、これが入ってたのがこれです。じゃーん、ね、ドアステップ、これ欲しかったんですよ、ね、これこういう風になって、ここに足を乗せてこう、ね、で実際前の動画にもアップしましたけど、今前つけてたドアステップはもう錆びちゃってね、あれはちょっと削って、あのピッチンチッピングピッチング、うん、まあどっちでもいい、その塗装を、できたらなと、まあちょっと遊び半分ちょっとやってみたいなと思ってますが、これはもうやっぱりね、フューリーのね、いいでしょうこれ。これが2つ、これとこれですね、2つ来ました、ね、ちょっと後ろ側のドアにつけたいなというふうに思ってます、はい、ということで、まあフューリー尽くしで、これからちょっと貯めて、お金を貯めてですね、コツ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 と貯めて、たまったら、手に入れるというような、ちょっとね、もう、もうあと どのぐらい生きられるか分かりませんからね、最後、ね、趣味に、趣味っていうかね、好きなことに、たくさん、こう費やしていきたいなというふうに思います。はい、あとあれなんだっけ、あのネオンさんからドアのね、ドア泥よけ、あれいいなと思って、ね、あの北海道はあの塩化リだとかね、すぐ錆びちゃうので、こう跳ねってね、雪もすごい溜まっちゃうので、ね、あれはちょっとあの実際にやってみようかなというふうに思ってます。はい、最後まで、ご視聴ありがとうございました、どうかこのジジイにお付き合いください。はい。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。最後までありがとうございました。はい。それでは、この辺で。じゃあ、皆さんご一緒に。バイなら、なら、バイ。